パルムの総員は赤と黒と並ぶスタンダールの代表作の小説。1839年出版。この小説はしばしば当時主流だったロマン主義とは180度違うリアリズム文学の初期の一例として挙げられ、多くの文学者たちがこの作品を影響力の強い作品だと考えている。例えば、オノレド・バルザックは 当時にあって最も意義深い作品といい、アンドレジッドはこれまでで最も偉大なるフランス小説と評した。レフトルストイもこの小説の中のワーテルローの戦いの描写にかなりの影響を受けたと述べている。主人公は若いイタリア人貴族ファブリス・デルドンゴン。ナポレオン時代の彼の不運が物語の骨子である。事件は イタリアのパルマ公国とコモコに面した城を中心に起こるが、ファブリスが戦闘に参加したワーテルローなどヨーロッパのあちこちも舞台となる。ナポレオンを崇拝する青年ファブリスはワーテルローの戦いに参加するが何もできないまま重傷を負う。ファブリスの場で魔性の女サンセベリーナ公爵夫人ジーナはその愛人で腹黒い総理大臣モスカクと共に ファブリスをパルムの宮廷で出世させようと図る。しかし、ファブリスはつまらない事件で殺人を犯し、ファルネーゼ島に遊兵される。そこで、監獄長官の娘クレリアと恋に落ちる。陰謀と軍隊のエピソードを交えた、ロマンティックスリラーのようだが、スタンダールの鋭い人間観察と心理分析がさえ渡る傑作である。スタンダール自身の手紙によれば、 この小説は口日引きによりわずか52日間で書き上げられたという小説の舞台はフィクションであるスタンダールが小説に登場させたパルム大公エルネスト4世になる人物は存在せず当時実際にパルマ公国を収めていたのはナポレオンの皇后だった女公マリアルイーザであるまた当のパルムの総員は パルマ郊外の未舗送道路の端にあって、現在はイタリアの刑務所、警察学校の敷地内にある。シャルトリューズ改修道院は、小説に描かれる総員は、自分たちと何の関係もないとしながらも、身分証明書を提示すれば、季節により時間は異なるが、訪問、見学できるようになっている。なお、当の建物たる総員は、物語を通じ、 たった一度のそれも最終ページに登場するのみで、さして重要な意味を持ってないが、それを題名にしたことが決まって読む人たちを驚かせる。ありがとうございます。